バラーム・ガンドハーバによるサランギの演奏。サランギは、ネパールの民族楽器である。弓で演奏される、弦楽器。伝統的に、ネパールでは、サランギは、伝承民話や民謡を歌うガンダルバ、または、ガイネカーストの人々によってのみ演奏されていたが、現在では、その人気は、ガンダルバのコミュニティを超えて広く使用されるようになり、他のカーストの人々も演奏するようになった。また、 ネパールのロックや映画音楽など他のジャンルの演奏者からも多くの関心を集めている。サランギは典型的なガンダルバの楽器になりましたが、それとは対照的に発言楽器であるアルバジョは世間から忘れ去られることとなった。ネパールのサランギ伝統的なネパールサランギは形状、材質、またはスケール、またはキーについて明確な基準がない。 一般的に1階の木材から作られる。楽器の本体は、ネックとくり抜かれた2つの空洞からなり、多くの場合、入手が良いな木材、多くの場合、キーラ、ソッチ、ラクリー、または、アップなどの木材から製作される。上側の空洞は覆われていない。それに対しブリッジが置かれる下部の開口部は、一般に、羊やヤギの乾燥した皮で覆われている。ネックには、 フレットはなく、弦はチューニングペングで貼られ、調律される。サランギの大きさは演奏する者の,の好みによって異なる。ネパールサランギは4本の弦で構成されている。もともと弦は羊の蝶で作られていた。これは世界中の多くの楽器で伝統的に猫の蝶が使われているのと同様である。ガンダルバはダサインの祭りに捧げられる羊の生贄から残った。 蝶を手に入れる。不必要な箇所が腐敗すると蝶を取り出し、それらを編んで弦を作っていた。しかし最近ではバドミントンのガット、ナイロン弦、スチール弦が一般的に使われ蝶の弦の代わりとなった。弓も昔は馬の尾毛が用いられていたが、現代においてはナイロン製の弦を用いることが一般的である。サランギの音域はほぼにオクターブをカバーし、 5度の音程に調律される。右から左へ、さらにの4本の弦は、特定のキーの5、ルート、ルート、および5分音符の下にチューニングされています。真ん中2本の弦は、共鳴弦として使用されます。楽器は、演奏者の裁量で耳でチューニングされるか、西洋音楽のキーに合わせてチューニングされます。これは主に、 他の文化の楽器での演奏を容易にするために、標準化されたキーが必要な設定、またはレコーディングスタジオで行われます。例えば、中央の2つの弦が G 音で調整されている場合、最初と4番目の弦は両方とも D に対応します。ありがとうございます。